ベルナルドで、ガルベスベルナルドデガルベスは、スペインの軍人、政治家。第5代スペイン領ルジアナ総督として、独立戦争中のアメリカ側に、大きな援助を行い、また、ペンサコーラの戦いの英雄として知られる。戦後は、キューバ総監、第49代ヌエバイスパーニャン副王に就任した。ベルナルドガルベスは、マラガ県マチャラビア屋で生まれた。 カルロス3世紀のブルボン改革の中心人物であった、ヌエヴァ・エスパーニャ観察官の初代ソノラ公爵、ホセ・デ・ガルベスの甥にあたる。父のマティアス・デ・ガルベスも軍人であり、1779年以降、グアテマラ総監とヌエヴァ・エスパーニャ副王を歴任した。軍人だった父の影響で、ガルベスは非常に若くから軍人としての経歴を積み、 7年戦争末期の1762年にポルトガルと戦っている。1765年からはヌエバエスパーニャで働いた。この時にヌエバビスカヤ軍の指揮官として今のテキサス州でアパッチ族と戦っている。1772年からフランスのポーのカンタブリア連隊に配属され、この時にフランス語を身につけた。1775年に スペインに戻ってセビリア不評連隊に配属され、この時にアレハンドロ・オレーリーによるアルジェンセイに参加して重傷を負った。7年戦争の結果、1763年のパリ条約でスペインはスペイン領フロリダをイギリスに譲り、代わりにフランス領ルイジアナのミシシッピ側衛星をフランスから得た。ルイジアナはキューバ総管府の管轄する一州となった。 ガルベスは1777年1月1日にスペイン領リジアナの総督に就任した。当時スペイン植民地はイギリスの脅威にさらされていた。ガルベスはイギリスと独立戦争を戦っていたアメリカ大陸軍に協力しミシシッピ川経由でペンシルベニアまで大量の武器、弾薬、衣類、薬などの物資を大陸軍に届けた。 また、イギリス軍から逃亡してきたアメリカ移民を保護した。ガルベスはアメリカに7万4000ドルを貸した。最初スペイン本国はアメリカ独立戦争に中立を表明していたが、1779年6月21日にカルロス3世はイギリスに戦線を布告した。ガルベスはミシシッピ川下流にある満着のフォーとブテバトンルージュのフォーとニューリッチモンド。 ナチェズヌ・フォート・パンムレなどのイギリス基地を陥落させ、その功績によって、ダン将軍に昇進した。それからキューバで軍備を強化し、イギリス領西フロリダの拠点であるモービルを1780年3月14日に、ペンサコーラを2ヶ月の戦闘を経て1781年5月9日に、陥落させた。これによって、西フロリダをスペインが制圧し、 スペインは再びメキシコ湾の制海権を得た。1783年にガルベスはガルベス伯爵の爵位を与えられた。イギリスが南部の根拠地を失ったことは間接的にアメリカ独立戦争で大陸軍側に有利に働いた。ガルベスはルイジアナの植民を奨励しカナリア諸島から多くの移民を招いた。いくつかの新しい街を築き中には ガルベスの名前を冠したガルベスタウンもある。1783年にスペインとイギリスは講和したが、その結果ルイジアナの国境問題やミシシッピ側の高校の問題などが生じていた。ガルベスは1784年にスペインに戻り、それらの問題に関する政府の相談役として働いた。同年10月にガルベスはキューバ総監に任命された。 翌1785年にヌエヴァ・エスパーニャ副王だった父が亡子、ガルベスは公認の副王に任命された。当時のメキシコは飢饉と薬病に見舞われていたが、ガルベスは病人の隔離と貧者に対して無償で投薬することを命じた。ガルベスは公共事業を促進した。またチャプルテペク城や街道を建設し、街頭を整備した。 しかしながら1786年11月30日に、タクバ屋の大司教邸宅で休止した。病死であり、大熱とされるが、性的による毒殺説もある。副王として活動した期間は短かったが、その実直さにより人気は高かった。アメリカ独立戦争に与えた影響の大きさにもかかわらず、ガルベスは、ラファイエットの場合のように、 直接独立13州での戦争に参加したわけではなく、スペインとイギリスとの反目からアメリカ側を助けたに過ぎないため、独立戦争を傷つする歴史家からガルベスは軽視されがちだった。2014年、アメリカ合衆国議会はガルベスにアメリカ合衆国名誉市民の称号を与えた。ありがとうございます。